三月二十五日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。番組オープニングの怒鳴りというのがありますね。三、えー、月二十五日月曜日という、はい、まあ、ここの部分は。我々は、はい。 いや私は「ドナリ」と呼んでるんですが一般的にはラジオでではは言わないすかとな、まあ、テレビの世界の用語かな、まあ、あの3月25日月曜日というのをこう、うん、言いながらですね、はいえー、ディレクターとの間に大きなガラスの仕切りがあるんでその大きなガラスの仕切りをこう見たらさらにその向こう側に。 たくさん人がいたんですよあの人たちは一体誰なんかね今情報によりますと慎吾さんのファンの方だそうですいやそんなわけないじゃないですかファンに私のファンでここまで来られないわけですファンの方ですか本当は何の方そうだっておっしゃいやいやどういう方々ですかいやいいんですよなんかあのせっかく目が合ってたのに今その目線から外れちゃいますって残念だなと思って遠慮されてるんじゃないですかえそうですか一体どういう方々なんでしょうね <laughs> オープニングどなりながらあれあの皆さんは一体どういう皆さんなのかなとか思いながらですねえ多分関係者ですね日本放送の局内にいらっしゃるということは。いいももううど恐縮ですす恐縮で,すで思い出しましたけどね昨日ですよパシフィコ横浜っちゅうところでですねえジャパンボートショーっていうのがありましてまあ毎年1回この時期にやってるのかなジャパンボートショー。 うん、あいにくの天気でね、これ、かわいそうなんですよ、ね、なんでかっていうとね、屋外展示っていうのがありましてね、横浜のあそこのベイサイドマリーナっていうヨットとかモーターボートを置くところがあるんですが、はい、ここはおそらくですね、いわゆるそのマリーナっていうえ、一般の人が船を置く場所としては、東洋一と呼われる巨大空間なんです。 であの小型ヨットとかモーターボートもですね横浜のベイサイドマリーナのなんとかバースっていう、まあ、比較的あの料金が船置いとくの結構高いっていう印象あるじゃないですか。だけどまああの横,横浜ベイサイドマリーナのなんとかバースっていうバー,スバースっていうのは寝床って意味なんですけども。うん まあ寝床という意味と同時にあの船を置いとく場所という意味があってですね、うん、そのベイサイドマリーナの一番安いあの全長何メートル以下確かに8メートル前後だと思いますが、はい、そのサイズに収まると、えー、ベイサイドマリーナで比較的リーズナブルなお金で、えー、ヨットボートを置いとけるっていうんで、うん、そこのベイサイドマリーナに置けるか置けないかっていうのが一つのヨットボートのサイズを決める尺度になってるぐらいあ、はい、まあそのマリン分野では。 メジャーなな場所なんですが<ー>そのマリン分野のメジャーな場所に昨日のモ,モーターボートヨットボートショーで屋内展示っていうのもあるんですが、はい、屋内展示とは別に屋外展示でそのマリーナの桟橋のところにダーッと40艇50艇というモーターボートとかヨットがダーッと並ぶんですよ。すうんまあ、最近ちょっとですね、はい、世界的にインフレが進行してるのか高級志向なのか格差が広がってるのか分かりませんけれども。 とてもじゃないけれども私ごときではですね全く手が出ないレベルの金額のヨットモーターボートがドーッと並んでるんでシンさんでもダメなぐら全然ダメですもう、まえー、全く箸にも棒にも引っかかりませんあじゃあとってもお金お持ちの方がとってもお金お持ちの皆さんが日本でもそこそこいるんです<ー>私なんか正直ですね、えー、ボートショー行ってですね、うん まあ5億円みたいなヨットが並んでるわけですよ。五5億円みたいなヨットの乗るのはいいんだけど思わずですね売ってる人に「誰が買うんですか?」って聞いたらですね <laughs>、うん、それが買う人がいるというぐらい。えー ちょっっとやっぱ日本の格差もシャレにならない状況になりつつあるのかなとか思うんですけどもその屋外展示場に行くためには雨に濡れる経路なんですね雨が降ってると。昨日おとといあたり結構雨だったんでかわいそうだなせっかくいい天気でみんなになんか見てほしいだろうなこの人たちもと思うんだけど屋外展示は影響ないんですが屋外展示があるもんですからちょっと昨日おととい雨で残念だったんですが私そんな中で昨日。 あ私の前のスピーカー、はい、イベントの出演者これがですね<っ>私この質問はちょっといまだにしてよかったのかしまずかったのかが判断つかないんで今日増山さんに会ったらちょっとこれ教えてもらおうと思ってですねです、えー、私そこでですね、まあ、スピーチというか講演というか短い講演<あ>、まあ、イベントですね、えー、だから結構よっと去年はですね、うん えー、マリン賞という<あ>マリン大賞というのをもらいましたからこれはマリンジャーナリスト海関係,海関係船関係のジャーナリストの皆さんの投票で決まる年に一人大賞が選ばれるんですが、うん、おかげさまで私去年大賞をいただきましたので、はい、その表彰式を兼ねていって表彰式のスピーチを兼ねてイベントのステージに立ったわけでありますが今年はそれ関係なしに、まあ、イベントに呼ばれていって。 えー、お話をしたわけでございます、はい、ありがたいことにですねこの番組のリスナーさんがそこそこいらっしゃってあこの番組のリスナーさんはあの 風風ににことは風に問えとはえ私の,あの絶賛発売中の「風のことは風に問え,え」私の絶賛発売中の「風のことは風に問え」壊れたレコードか壊れたレコードかがもう通じないですからね今絶対通じませんよだって CD 張り飛びしませんからね今 CD どころか今もうあのデジタル化されて小さいなんかケースみたいなところに音源入ってますから絶対張り飛びも何もないですよ。の頃ならまだケースをガホガホっと動かした 音止まったりなんかしますけど、はい、今はあのそうですね、うんえー、iPod アイポッド出ていこう、あの手の音楽をなんか小さいところに入れて、なんかデジタル化。小さいところに入れてというかですね、だから。いわゆるその半導体上に、半導体のメモリー上に音楽を記録して。振っても、どうしても、どう、どうしようか踏んづけようが、踏んづけるとダメですね。踏んづけて、やっぱり、あの半導体が壊れると、物理的に壊れると、落としなくなっちゃいます。昔は慎重に針を落として。そうしないと、古くなってくると、張り飛びっていう。 横の溝に針が飛ぶと同じところを何回も何回もぐるぐるぐる回るといういいや懐かしですね風のことは風に問えという私のもういいですか割れたレコードのように繰り返すこれを持って公演終了後ですね私のところに来てだく方だいた方がそこそこいらっしゃいまして皆さんおっしゃるのはラジオ聞いてますよということでありがたいなと。 皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて、増山さんに伺いたいことです。はい、私の前のね。あの午前午後でいっぱいこう。いろんな出演者がいらっしゃるわけですよ。えーはい、ちなみに1日前のこの日も雨で本当にね。残念だったんですが、その雨だったんですけども。えーはい、屋内展示のイベント会場のスピーカーの一人がですね。白石幸次郎さんです。 日本を代表すする外洋ヨットレーサーサですね、はいえー、海の F1 みたいな、うんうん、ヨットに乗ってらっしゃるあの方がお話にいらしてたんですで、はいうん、同じステージに私ごときが立つのは申し訳ないなと思っていたんですがまあまあありがたいことに皆さんに歓迎、はい、していただいてそれは嬉しかったんでありますが私の一つ前のスピーカーがですね<っ>杉浦太陽さんああはいはい。あの方ね にるんであのヨットボートの世界では杉浦太陽さんってそこそこっていうかね結構な有名人かなりな有名人なんです。えー、それで私と10分ぐらいのタイムラグがあったんですが、えー、私があのちょっと前に入った段階でそのステージを降りてきた杉浦太陽さんとお会いする機会があったんですよ。はい、や,やっぱりさすすがいいっすねもうかですねもう一目見見た瞬間にパッと見て、うん そこに男性が十人ぐらいだーっとこうね同じぐらいの世代の人も含めて十人ぐらいざーっと並んでるわけですよえ、ええうん、もうねなんかそこだけスポットライトが当たってるように作りが違いますよねちょっとルッキズムになりますけどねものすごいルッキズムじゃ作りが違う言うなう <laughs> 失礼だな本当にで,、ね、でも本当なんかそこだけスポットライトが当たった感じで、うん<あ> 太陽さんだと思って、はい、それで一言二言会話をするに際して、うん、私この質問はまずかったかなと思うんだけどまさか奥様は「あなね、本日奥様は」って聞いちゃったんですよ <laughs>、ええええ、そしたら「あ辻は今日は来ておりません」って<あ>で明らかに私がっかりした顔をしたみたいで <laughs> い。ま <laughs> 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 ひどいわがっっかりするっしょそれれねできれば、ね、だって私太陽さんの方にはそんなにまあ,あの <laughs> はっきり言って辻さんほどの興味はないわけで <laughs> そうですかできることならばお会いしたいじゃないですか、まあ、同じような経験は過去にもありましてね、はいえー、私あのー、なんだっけえー、っと、うん「南海キャンディーズ」はい。あ 南海キャンディーズの誰だっけ山ちゃん山山んん南海キャンディーズのちゃにですね奥さんにっ配を合わせてくれって言って絶対嫌って言って絶対嫌って言われたの絶対嫌絶対嫌かよもうちょっとさ言いようあるんじゃないか絶対嫌ですって言われて絶対嫌ですかそうですかだけど太陽さんはねその辺大人の対応でちょっと今日は来ておりません聞いてよかったんですかね まあ,でもあ,のあそこのご夫婦って割とこう夫婦仲良しですよっていうのを全面にオープンにしてテレビにてだからまあイベントの時に一緒にいらしてても不思議はないですよね,ね、うんうん、奥さん時間があったらねだけど奥さんいらしてなかったということで、はい、いやその辻さんと同い年ぐらいの女性スタッフも結構その室内にいたんですよ、えー、ただまあ向こう向いてたり横向いてたりして、えー、顔は見えない状況で、えー、もしかするとこの中にいらっしゃるのかもしれないなと思って。 試しに聞いてみました。そうなんですか。はい、まあ、いらっしゃいませんでした。 聞きづらい質問をよく残念,を残念でございましたあからさまに残念な顔を杉浦さんに見せて、はい、うそ,うそ,うそうなんです <laughs> 俺じゃ不満かみたいなことはおっしゃいませんでしたけどえ明らかに空気感として漂いましたですね <laughs> そこから会話続かなくなりましたから配慮してその後の会話を話と、ね、それで会話途切れちゃいますから考えて質問してくださいよそうですか、うん、まあ配慮が足りないのはもう <laughs> 勘弁していただいて私もそんなに先が長いわけじゃありませんから多めに見てください思ったんだから最近ね欲しいと思ったら買う欲しいと思ったら買うやりたいと思ったらやるだってもう次やろうと思ったってその次がないかもしれないじゃんじゃあ聞きたいと思ったら聞くでそうですよねいいと思いますよ増山さんちょっと聞いていいですかいやいや答えませんから <laughs> あ、そうです。<laughs> はいはい。先言ってください。はい。<laughs> ズームそこまで言うか、今週もよろしくお願いします。この後お知らせを挟んでズームフラッシュです。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン。 四時台はロシア軍がウクライナの首都キーウに対しおよそ一ヶ月半ぶりとなる大規模なミサイル攻撃を行いました現地の状況をキーウ在住の会社経営者ボグダン・パルホメンコさんに伺いますお久しぶりですねで五時台は自民党の二階俊博元幹事長が次の衆議院選挙に立候補しない意向を表明というニュースにズームしますそして番組のエンディングでは ズームオンミュージックリクエストと題しましてラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りいたしますが今日のリクエストのお題は残念, <laughs> 残念ながら辻ちゃんに会えなかった時に聞きたい曲残念ながら辻ちゃんに会えなかった時に聞きたい曲これは曲ねいろいろ、えー、モームスの族 <laughs> ああミニモにのぞく。これは難しいぞ。れいこれ極端に難しくなったぞ。今。モムスとミニ。いやいや、モウムスミニモにのぞく。ミニモにのぞく、はいああ。ちょっとハードル高くなりましたけれども、ど選曲の理由を書いてつじ、えー、ちゃんに。 何でしたっけ会えなくて会えなかったときに聞きたい曲カコちゃんでもよかったんだけどな一応一応辻ちゃんにしておきたい、うん、と辻ちゃんとカコちゃんと私ね区別つかないんですちょっとな気持ちはちょっとわかりますよねわ <laughs> かりますか <laughs> なんとなくわかりますはい、はい、さあ選曲の理由も書いてねこちらも、えー、メールで送ってくださる方は、うん、z o o m zoom at mark 一二四二 dot com x で参加される方はハッシュタグ漢字で辛抱 志郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊志郎ズームで参加してくださいお待ちしております。さあ続いてこの時間は外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さんよろしくお願いします。はい外為ドットコム総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は 前週末金曜日と比べて474円31銭安い4414円12銭で取引を終えましたトピックスは金曜日と比べて35.58ポイント低い2777.64ポイントで取引を終えました円相場は1ドル151円20銭付近で取引されています東京市場では方向感のない相場展開となっております 34年ぶりの152円台が視野に入る中で序盤は神田財務官による円安け制を受けて円買いで反応しましたしかしその後はアメリカの長期金利が上昇したことで持ち直しの動きになるなど小幅な値動きとなりました海外市場では複数のアメリカ連邦準備制度理事会交換による講演が予定されています市場では6月にでも利下げが始まるとの見方が広がりつつあります そうした中で利下げに対してどのような見解が示されるのか注目が集まりそうです。以上株と為替の情報をお伝えしました。上原さんどうもありがとうございました。ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。 まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ロシアのモスクワ郊外のコンサートホールで起きた銃乱射テロの犠牲者は、これまでのところ137人となりました。連邦捜査委員会によりますと、拘束した4人はいずれもタジキスタンの国籍で、少なくとも2人が犯行を認めたということです。 小林製薬が昨日、健康被害の恐れがある紅麹について、飲料や食品メーカー、卸売業者など、合わせて52社に供給していたと明らかにしました立憲民主党の野田佳彦元総理大臣が、昨日放送されたテレビ番組で、次の衆議院選挙に向けて、日本維新の会との候補者調整を提唱しました。 一方、日本維新の会は昨日開かれた党大会で馬場、伸幸代表が保守、二大政党の実現などを目標に掲げています。裏金問題の影響が注目を集めた。熊本県知事選挙が昨日行われ、自民と公明が支援した前の副知事、木村隆さんが勝利しました。アメリカのハリス副大統領が24日。 イスラエル軍が計画しているパレスチナ自治区ガザの最も南部にあるラファエの地上侵攻について強行すればただでは済まないとの考えを示しましたイスラエルに対して何らかの対応を取る可能性を排除しないと警告しています北朝鮮の金正恩総書記の妹ヨジョン氏が25日 岸田総理大臣が、可能な限り早い時期にジョン・ウン氏と直接会談したいとの意向を伝えてきたとする談話を発表しました。専属通訳を務めていた水原一平氏が、違法賭博に関与したとされる問題で、ドジャースの大谷翔平選手が日本時間の明日取材対応する意向を示しました。 まあニュースの順番に一言ずつ解説していこうと思いますが、はい、ロシアのテロは犠牲者137人とにかくあのコンサート会場に自動小銃を抱えた、えー、実行犯がどうも、ね、拘束された4人という言い方されてますが実行犯自体がおそらく4人だったんだろうと思われるのはあの犯行声明を出したイスラム国がですね、えーえー、犯行前の4人 の映像を公開してますから、うん、だからまあ人数的についつまんがあってるんでおそらく襲撃した4人は全員拘束されたんではないのかと、えー、えどうやらイスラム国があのタジックタジ,タジキスタンタジキスタンって聞いて。うん 場所がどこか分かる人は少ないと思います、うん、というのはですね我々世代はここは旧ソ連領だったんで<あ>国として教わってないんですよはい、はい、で旧ソ連が崩壊したから今国になって、うんえー、それ以降の学校教育を受けた人はもしかすると一生懸命世界一理、うん、習った人はですねタジキスタンで場所がイメージできると思いますが、はい、我々世代は無理ですね、えーまあ、今タジキスタン具体的に場所をイメージしていただくとするともう中国国境に近いです。 えー、アフガニスタンの北東って感じです北<東>、はい、だからインドの上って感じですだいたい,い,い場所分かりましたかうん、うん、あの辺にあるところなんですけども、うんえー、まあイスラム圏ですねでどうやらイスラム国はここの人たちをリグルートしてでたいあの旧ソ連からですね<ー>、えー、ロシア結構あの旧ソ連圏にロシアって侵攻したりグルジアとかいろんなところで結構無茶やったりなんかしてイスラム教徒やっぱキリスト あのロシア本体っていうかモスクワ界隈ではやっぱり主流な宗教はあのロシア正教っていうキリスト教系の宗教なもんですから、はいまあ、イスラム系の人たちが迫害されてるというようなことが背景にあって大方の見るところ犯行声明も出されてるしえおそらくイスラム国の過激派が犯人をリクルートして襲撃させたんではないのかというのがメインのシナリオで、はい、私はそうだと思いますが。 <だ>えー、デマとままでは言いませんだからわざと流されてる説が他にもいろいろありましてね1ええ一つは 1>、はいえー、プーチン政権による自作自演説さすがにここまでやんねえだろうと。 何のためかというとやっぱり対ウクライナ戦争を遂行するにあたって国内の引き締めを図りたいと、はい、これだけうちの国はあの脅威にさらされてるんだということを見せたいただいくら何でも自作自演でも自国民そこまで殺すかっていうとさすがにプーチンでもそこまでやらないんじゃないか次の説がありましてねこれ若干もうちょっと信憑性があるんですよ、うんあの。テロ自体はイスラム国が行ったんだけれども事前に 当局が情報を掴んでいたんだけれども泳がせた説これそこそこ有力説としてあるのは、はい、アメリカがこれ実際にこれはもうあの事実として残ってるんですけども、えー、ロシアあのアメリカ人でロシアに住んでる人たち向けにですね近々テロがあるかもしれないからコンサート会場等かに、はい、近づくなっていう。 警告をそれでアメリカが言うにはいやロシア当局にも今まあアメリロシアとの関係は良くないんだけれども今までの慣例上やっぱりテロが迫ってる時には警告するんだと今回も警告したとアメリカ当局は言ってるわけですよ。うん、そうするとアメリカ以上の強力な情報機関を持つロシアが今回のテロについて全く気が付いていなかったとはちょっと考えづらいということになると泳がした説。 だかからまああっ,っていうのもあるかな、はい、でそれが一つ、まあ、裏付けるほどの証拠でもないんだけど、うん、プーチンはこのテロの後な何て言ってるかというと、えー、背後にウクライナがあると、えー、背後にウクライナがあると、うん、今回の実行犯はウクライナを。 逃走、うん、経路として考えてても<ー>ウクライナ当局と話ができてたはずだみたいな<ー>何の根拠もないことを言うんだけれどもはい、はい、どうもやっぱりあのテロを受けたということになるとやっぱプーチン政権が何してたんだっていう、はい、そういうことになるけれどもこれで国民の目線をウクライナの方に向けられればプーチンにとってはプラスになるのではい、はい、わざと泳がせたんじゃないか説も ありますって言ってるうちに<ー>あ一つしか解説できなかった。はいお時間です残念ながらズームフラッシュでした。三<ー>月二十五日月曜日時刻は午後四時を回りました日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしていますさあご意見をご紹介しますがありがとうございます静岡県静岡市の清水の雅樹さんはほうほう 杉浦太陽さんも今日は奥様はっていつも言われてるんじゃないでしょうか、うん、多分そうでしょうね逆に考えれば辛坊さんみたいな欲望丸出しの人たちに合わせないように奥様を守っている素晴らしい旦那さんじゃないでしょうか <laughs> 欲,望欲望丸出し <laughs> お前したいという以上の欲望はもちろんないっすよでも見てみたら <laughs> お目にかかれれば幸せかなみたいな、ね、そ思ってる人がたくさいそれだけなんですよ、うん、山ちゃんはさ 絶対合わせない。いやそうでしょう。<laughs> はい。それからですね、千葉県市川市の昼野道夫さん、四十七歳男性はですね。新保さん、桜の開花、この週末くらいにはあると思いますが、まだなんですよねって。東京二十四日のね。今年ちょっと遅いですね。去年に比べるとね。そうそうそう。 で桜といえばお花見ですけれども最近は職場でお花見を開催するところも減っているそうですそうでしょうねだいたい飲み会自体がもうなくなりましたからね,もね,そうそうねで新入社員の頃場所取りをして宴会芸担当させられたことを思い出します<ー>今思えば不適切なんですかね本当に不適切でしたね昭は40年代とかね <laughs> 結構むちゃくちゃなことになってましたね世の中はね。辛坊さんは今年はお花見の予定はありますか？あ,あります。あ、あるの？はい、あります。えー、あのー、今週末ぐらいに私がいつも、えー、花見に行ってるところに桜が、えー、そろそろ咲き始めるかなという。実は私今週ですね、はあうん、週末に、えー、お台場で。 あのフォーミュラ EV っていう電気自動車のフォーミュラレースがあるんであれ見に行こうと思ってるんで今週東京に行続けようと思ったんですがあそうだ桜のシーズンだなと今週末はそうだ大阪の家に帰ってでかいペット連れてですねいつも行くいつも行く桜の名所に行ってみようと思い立ってだから本来は帰らない。 サイクルだったの、急遽週末ちょっと大阪帰ろうかなと。ないんじゃないですか、お二人でお花見に。でかいペット。奥様でしょう。なんかえそれでなんか桜の下でこうシート広げてみたいなことされる。いやいやだからその私がいつも言ってるところはですね、もうほぼ立ち止まっちゃダメ状態なんです。まあそこはまああの通り抜けみたいに絶対ダメみたいなところじゃないんだけれども。 なんかその下で宴会やるようなところではないんだな残念ながら<ー>私が子供の頃はなんか一家をあげて春になるとさやまこの土手に繰り出して<ー> <laughs> なんか <laughs>、うん、ご座広げて宴会うちの親父がずっと昼間から飲んで、えー、ん幸せそうに飲んでましたけどね ね、私はあの近所で買った木刀みたいなやつを振り回してね、なんでえ枝をって怒られたりとかして、<laughs> あ、そういうやんちゃな少年だったんですね、新房さんは。あまあ花見の時に木刀を買って振り回すのは毎年恒例行事でしたね。そうなんですか、はい、新房家ではね。あ可愛い,い時代もあったんですね。どういう意味だよ。<laughs> まあ広島宮崎高知とね開花はされてますけれどもね、これから順番にねど,どんどんね。 開花宣言あるかと思いますね。今週末ぐらいには、まあうんね、関東関西もなんとかなるでしょう。うんうん春っぽくなってね。はい、ちょっとこの寒の戻りで遅れてますけれども、さあまだまだメールお待ちしておりますので、えー、メールは ZOOM、Zoom アットマーク一二四二ドットコムエックスで参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズーム、えー、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでお願いします。で今日のエンディング月曜日ですので。 でね、5時35分までの放送になりますのでだいたい5時29分頃にお送りすることになると思いますズモンミュージックリクエストお題は残念ながら辻ちゃんに会えなかった時に聞きたい曲モーニング娘とミニモニの曲は除くということでこちらもお待ちしております日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです ロシア軍がキーウに大規模なミサイル攻撃。現地時間二十一日。ロシア軍がウクライナロシアとキーウに対し。およそ一ヶ月半ぶりとなる大規模なミサイル攻撃を行いました。ウクライナ空軍はロシア軍が発射した三十一発のミサイル。すべてを撃墜し。死者は出ていないものの。落下した破片などにより。十数人の市民が負傷しています。 メディアの報道はモスクワ郊外のコンサートホールで発生した銃乱射事件が大きな割合を占める状況ですが大規模ミサイル攻撃を受けたキーウの今はどんな状況なんでしょうかこの時間は幼少期を神戸や大阪で暮らし日本企業にも勤務経験のあるキーウ在住の会社経営者ボグダン・パルフォメンコさんにお話を伺います。今日はキーウからのご出演になります。 牧団さんお久しぶりですお久しぶりです。こんにちは。よろしくお願いします。なんか噂によると牧団さん最近日本にいらしたんですってはいあの2月の方にですね全面戦争2年のタイミングであ本当にあの5年ぶりの海外出国2年ぶりの あの戦争始まって以来の初めての日本を一、えー、時帰国ということで、行ってきましたあれですよねあの、ウクライナの男性は、あの兵器逃れを避けるために、基本的には出国できないですよねはいあのできないんですけども、例えばボランティア活動をしていたり、インフルエンサー活動なんかをしている場合は、ですね、はい、事前にあの国の方から許可を取って、 えー、その理由を説明して、許可を得た上で出国というのが、あの期間限定にはなるんですけれども、できる状態で、今回初めてそちらの方を申請させていただいて、ええ、日本の方に行かせていただきました。日本の滞在は何日間ぐらいだったんですかえっと、全部合わせると、2週間ぐらいですかね。どうですか、やっぱりあのミサイルが飛んでくる心配がまずない日本での滞在と、キウにいる時と、やっぱり気持ち違いますか。 本当にう本当に正夢というか自分がどこにいるのかわからないぐらいそれぐらいなんか自分の感覚が変でしたね、今回は。なるほどねやっぱりあのキーウにいらっしゃると、えー、いつ何時ミサイル飛んでくるかもわからないっていうそういう感覚はあるんですかそうですすかそうねずっとやはりあの携帯のアプリが入っててそこでまあ通知が来たりするんですけど<ー>ただ、今回。 あのすごく変な感覚というのは、自分がキーウにいない中で、そういう警報がやっぱりなるんですよね、<ー>そうすると、自分状況が見えない、ただ見えないんですけど、<え>家族とか友人、知人はキーウのほうに残ってるわけじゃないですか。えーえー そうするとやっぱりその不安っていうのはすごいなっていうのは今回改めて初めて感じましたね、うん、どうなんですか、キーウにおけるロシアのミサイル攻撃ってどのぐらいの頻度であって、市民はどのぐらいの脅威にさらされてる感じですかいや、もう本当に毎晩のように警報は鳴るんですよね、なので、<お>あのそれがドローン攻撃なのか、ミサイル攻撃なのか、一番やっぱり我々心配してるのは弾道ミサイル攻撃で。ええ でまあ、今回、あのー、直前でも大きな攻撃があったんですけども、あのー、直前まで分からない何が起きるのか。ええ、ただ 夜の時間になって、例えば9時過ぎに、えー、大きな飛行機 TU95 というあのミサイルを積んだ飛行機が飛び上がって、それがカスピ海からだいたいミサイルを発射するんですけど、ええまあ、夜の時間帯で、あのー、軍事訓練はしないわけなんですよね。はい、ですので、もう夜9時過ぎにそういう飛行機が飛び立ったという情報が入るとは、もうこれは夜中攻撃されるなというのがわかるので。なるほど,なるほどそれはやっぱり まあ一言で言でうと怖いですよね怖いですけどただまあそれを通り越してどういうふうにあの判断していくのか例えば夜の時間帯寝とかないと次の日仕事があったり、ね、勉強があったりしますから、ええ、なのでその日をシェルターで過ごすのかそれとも家に残るのかそれとも バスルームあの3日壁4日壁ある場所にしないとりあえずしておいてそこで過ごすのかっていう、うん、その判断を毎回しないといけないので<ー>それが結構、個人個人の判断に委ねられる部分があるので結構そういういのは大変です、ね、あの日本であの昨日今日ぐらい大きなニュースになっているのは、えー、モスクワの大規模テロで130何人が。 あのイスラム国に殺されたっていうニュース、結構大きく扱ってるんですが、こういうニュースはキーウでもあの知ることができるんですかもちろんです、もちろんですあの、そこまでロシアのニュースを日本ほどウクライナでは報道はされないものの、今回のニュースというのは、ウクライナの責任されるだろうっていうことが、最初からわれわれ分かってましたまあそれをいかに交わしていくのか。 えっていう部分で、ウクライナ政府としては、えー、もうしっかりと釘を刺して、ですねこれはウクライナは全く関係ないんだよということを、えー、熱心に報道、を発表していたような状況です、えー、あの私はあの、ウクライナは今回の件に全く関わっていないと思うんですが、も,もちろんそう思うんですけれども。 もちろんそう思うんだけれどももし関わっていたとしても要するにロシアはミサイルであのウクライナの市民を堂々と殺してるわけで戦争を開始してるわけだから報復で逆にウクライナがあのモスクワにミサイルぶち込んでロシア市民を殺してもロシアは文句言えないんじゃないのかなとも思うんですがそんな感覚はないんですか いやもちろんそれはあります。ただですね、ウクライナっていうのは本当にあの世界のルールにのっとって、えー、この戦争から自分を守るという立場にありますので、まあ、今回のような無差別な一般市民の、えー、殺害っていうのはあの、絶対行えないですから、ですので、やっぱりそういうイメージすら定着させてはならないっていうことで、非常にあのこうダブルチェック、トリプルチェックみたいなものを用いて、 ウクライナに目が向けられないということに、まあ、すごく心機を使っているというような状況です。なるほどまあ、ウクライナとしては、えー、西側やアメリカ、まあ、アメリカヨーロッパの援助がないと戦えない状況の中で、えー、もしその辺りの反ウクライナの世論が逆に西側で広がるとそれはウクライナにとっても致命傷になるということを皆さんよく理解してるということですね。 そうですね、やっぱり最初からもうウクライナは正義の味方、そして、えー、敵はロシアなんだっていう、まあ、この構図が出来上がってますから、非常にやっぱりそこら辺はあは、神経を尖らせながら戦ってるというような状況になりますね。 まあそれで言うと現状ウクライナはあのヨーロッパアメリカの援助がないと戦えないのはもうこれはもう残念ながらまあウクライナにしては残念ながら明らかなんだけれども今アメリカで大統領選挙が進行中でアメリカでウクライナ支援の予算がなかなかあのバイデン政権の下で議会通,り通らないというか通りにくいというかでトランプ大統領は俺が大統領になったらまあ前大統領は俺が大統領になったら1日で えー、戦争を終わらすとで、まあ、どうやって戦争を終わらすんだって、まあ、そこまでは言ってないんだけれども多くの見方で言うと要するにロアメリカのウクライナに対する援助を止めるとなるとウクライナは戦えなくなると、えー、そうなると、まあ、現状2割ぐらいウクライナはロシアに侵略されて、えー、土地を奪われている状況の中で えーまあ、あの2割ぐらい土地を奪われた状況で停戦ラインをしかざるを得ないという、えー、ことがそれなりの現実味を今、帯びてきてますがこのあたりは皆さん、どう見てるんですかね。この話ってもだいぶ前から実はあってですね、はいでまあ、ウクライナとしてはどっかでやっぱり停戦しないといけないっていうのは分かってるんですけどただ、その停戦終戦というのがずっと続かないということを。 もう今までの10年間の戦争、2014年からのドンバスの戦争から知ってますから、なかなかやっぱりそこで、はいあの、じゃあそうしましょうって言えないんですよね、それが本当の終戦にはならないので、それともう一つは、バイデンさんじゃない、トランプさんもビジネスマンじゃないですか、ウクライナもあの一人前の大統領、ポロシェンコ大統領っていうのがビジネスマンだったんですけど、えー、彼も、 俺はは戦争は3日でで終わらせるとか言ってたんですよねなので結構このビジネスマンあるあるでみんな3日間とか1日で戦争終わらせるって言うんですけど実際政治家大統領になった時にそれをやっぱりできないんですよね。はい、なのでまあ我々としては、えーえー あくまでも1、まあ、つの,あのトランプさんのパフォーマンスとして聞いてる、それとトランプさんはあのアメリカ、アメリカじゃない、ロシアのプーチン政権の方からですね破産しかけたときに資金援助を受けてるんですよね、ええ、それでビジネス立て直したりとかもしてて、新ロシア派なんですよね、というか、新あのプーチン派の,、ええ、あの政治家になるので、なのでウクライナとしてはやっぱりトランプさんに関しては、すごく大きな疑いの目。 目を向けて,るっているううとなると現状進行しているアメリカの大統領選挙って本当にウクライナの皆さんにとっては死活問題ですよねこれはいなので我々として今一番希望しているのは誰かを頼りにするんじゃなくてウクライナ自身の兵器の開発、はい、そしてウクライナ自身でどういうふうに このアメリカに依存しない世界の世論の形成の仕方、そしてそこに向かって戦争を終わらせる。ええ、そして今後この戦争がウクライナだけじゃなくて、世界でも今後ウクライナが主体となっても戦争というものをやったらダメだよっていう。 まあ法律というかルールを決めていくそういうことがやっぱり今の一番のウクライナの大きな課題になってますね、まあ、ウクライナ自身でそれができるかウクライナのまあ経済状況であるとか現状にもよるんだと思いますが実際今キーウで暮らしててキーウの経済って普通に回ってるんですか あの経済自体は回ってます。ただ、これって、やっぱりこの2年間、いろんな国からの,あの資金援助があったから、ある程度回ってるっていう状況で、こ、はい、今年に入ってから、それこそアメリカの支援がなかったりしますので、はい、そうなってくると、今年はもう本当に経済が衰退していく、あとあの男性の出国を禁止してますから、男性が残ることによって、経済がある程度回ってるんですけど、ただ男性たちも、 まあ、半ば違法に出国を禁止されている状況が続いているので、不満がすごく溜まっている。ええ、なので、まあ、今後、資金援助もない、えー、男性の出国も禁止されたままで、男性たちはもう、あのー 前線に行きたたたくない人たちが残っってしまったそうなると、まあ、大きな例えばクーデターみたいなものデモみたいなもの革命みたいなものが起きてもおかしくない状況にあるので<ー>非常に今年はウクライナとしては大変な状況にあります現状ゼレンスキーさんの支持率ってどのくら,らいだと感覚的に感じてます あの彼の支持率自体は6割弱ぐらいは今でもあります、ただ問題は彼の支持率ではなくて、ええ、彼の政権の支持率、これがもう10%切ってるぐらいの支持率なんですよね。ははあ、なので、彼がその側近に置いてる人たちのやっぱりいろんな不祥事であったり,だったりとかっていうのが、すごくこう目につく状況がもうこの1年間ぐらい続いてて、ええ、なんでそういう人たちを。 側近に置くのかっていうことでゼレンスキーさんに対する厳しい目っていうのが日に日に強くなっていってるっていうような状況です。あそうですか。どうなんですか。あの皆さんの心の中に、えー、ゼレンスキー政権に変わるべき政権の姿っていうのはイメージできてんですかね。あの今すごく我々として期待しているのは、はいえー、ザルージニー総司令官という方がいて、まあ今は解任がされて。 えー、今度、イギリスのウクライナ大使になるという話が出てるんですけども彼がもし、えー、政治家入りをして、えー、大統領お選に出馬すればもうたぶ、えー、100%当選して新しい、えーあのー、最大の政党ができるだろうというふうな期待を持ってますその人、なんで解任されちゃったんですか。 やっぱりあの支持率が大きすぎてゼレンスキーさんを上回るぐらいの,この国民からの支持を得てしまったとっいうことが一番大きいいかなとううふうに感じてますあその辺の構図が、ね、ちょっとよく理解できないのはあの戦,線がうまく戦争がうまくいってないというかあの去年期待されたウクライナの反抗もうまくいっていない。 いやその、軍の責任を負うべき人物なわけじゃないですか、なんでそこまでそういう人がそれだけの支持を集めてんですかねもともと誰かがやっぱりそのゼレンスキー大統領と比較して、えー、出てないと、ゼレンスキー大統領自身の支持率の評価がなかなかできないわけじゃないですか。はいはい、ゼレンスキーさんの支持率が えー、7割で、ザルシニさんが5割であれば、あやっぱりゼレンスキーさんすごいってなる。だから、まあ、例えばザルシニさんの名前であったりとか、あと、ブダノフ、えー、軍事情報総局の長官の名前が出てきたりとか、まあ、政権自身がそういう名前を出して、支持率の評価比べを国民に見せてたんですけど、ただその中でやはり、 ザルジニーさんの支持率っていうのがどん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 ん上がっていってしまって、最終的にはもうこのままではやばいよねっていう話になって、なんとしてでもザルジニーさんの姿をなくす必要があった、それでまあ去年の反転攻勢の結果をまあ理由に、ですねえこの人は結果を上げれなかったから軍を変える必要がある、だから解任なんだよっていう、一応。 立て付けで解任っていうのが発表されたんです。その戦線の行方はどう見てます。あの、ザルジニーさんがですか。いやいや、そうじゃなくて、あの、ボグダンさんが、あの、これから戦争どうなると見てます。あ、あの、ウクライナとして、あの、僕としてはですね、えー。このままずるずるいけば、それこそ戦争は何十年経っても終わらないですので。はいはい え何が何でも今そのウクライナの中の政権をリセットしてですね、えー、え新しい人たちを入れてそして停戦に向かわせるそしてその停戦というのは長く続かないというのは私理解してますから、はい、その停戦をしてできたまあ1年なのか2年なのか3年なのかわからないですけどその間に なんとしてもウクライナ国内の軍事産業というのを盛り返して、ええ、そして2年後3年後新しくロシアが攻撃しだした時に、えー、ウクライナ単独で立ち向かえるぐらいの戦力を確保するという、まあ、非常に難しいミッションなんですけど、ええ、これが唯一残された現実的なウクライナの戦争の終わらせ方なのかなというふうに感じてますな私なんかの、まあ、いわゆる素人考えだとですね、えー、どうなんですかね。あの ウクライナの人ってその、まあ、今停戦中だってロシアはあの実,実行支配し始めたウクライナの2割の領土ってまず手放さないだろうなと考えると2割割割譲した状況で停戦をせざるを得ないというところに追い込まれた時にウクライナの皆さん,皆さんはその停、まあ、戦ラインが維持できて残った8割が平和が維持できれば2割の割譲は仕方がないと思ってる人ってどのくらいいるんですかね いやまだまだ少ないと思いますね、それは3割、えー、よくても4割ぐらい,いあそれでもそそんなにれぐらい増えてきましたね、あのただですね、これ、問題なのが、男性、女性、両方に統計を取ってるんですけど、うん、これ、統計を徴兵される男性だけで取った場合、多分七7割ぐらいは今のままで、要するにこの2割の土地を。 ロシアにも残したままで停戦しようという意見になるはずなんですよ、ね、はあそうなんだん、はいあの。やはりやっぱり自分が海外女性海外出れます、はいはい、そして徴兵の対象でもほとんどがない、えー、そうなるとやっぱり危機感が薄くなってしまうんですよね。<ー>例えば停電が起きる爆撃が起起ききるる爆撃じゃあポーランドに 2>, 2週間だけ出ようとか1か月間だけ出ようとかそして世界各国ではウクライナ難民支援のプログラムまあ少なくなってきたとはいえ今でも住居提供してくれる毎月の生活費ある程度面倒見てくれるそうなるとウクライナに残る必要ないですよね<ー>そんな中でわざわざじゃあ停戦の話どうこうって考える必要もなくなるしただ男性は明日は前線に行かされる明日は死ぬかもしれない仲間がどんどん死んでるそんな中で 停戦するしない領土どうするって考えた時にもう2年続いてるしこのまま戦争止まらないしもうそろそろやめにしないっていうのが今の本音かなっていう感じはします、ね、まああの僕なのさ,んさっきの話だとまあそうやって停戦した後ウクライナ独自の軍事力の強化みたいな話をされてましたが私なんかの、まあ、さっき素人考えて申し上げたのはそれよりもあの NATO に加盟しちゃう方が っいくないかなかんですが、どうそのあたりどうなんですかねここら辺の話っていうのが、もう去年の12月のゼレンスキー大統領の記者会見っていうのがあって、はい、でこれ、まあ、あの戦争、全米戦争開始から初めてのち、ま、ゃ、あ、んとした記者会見だったんですけど、えー、もうここでゼレンスキー大統領が、ウクライナは NATO 加盟は誰も、NATO 国は望んでないんだよっていうことを、はっきり公言しちゃってるんですよ。はあ なので形としては NATO 加盟、ウクライナさせますっていう話だったんですけど、結局、一本もその話は進んでなくて、われわれ期待してたのは、戦争、全面戦争2年、つまり今年の2月、えー、23日、4日あたりに、もう急遽これが発表されて、停戦してウクライナが NATO 加盟するっていう話だったんですけど、はい、結局、NATO 側はそれ、望んでないので、ウクライナとしてはその選択肢が自分たちが望んでてもないんですよね。なるほど 望んでることは望んでるんです、ね。なでもう、もいや望んでましたけど、ただ現実味が一向にないので、我々としてはもうこれはなくなった話だなっていう風な前提で今いろいろ考えながら動いてるっていうような状況です。ね、よくよくわかりました。えー、なかなかあのー、今もキューウからのこのリポートなので、まあボウダンさん自身も。 まあまあ、多分ボグダンさんのやってる世界的なウクライナにとっての役割を考えるとボグダンさん自身が徴兵される可能性はそんなに高くないとは思うんですがそれでも絶対ないとは言えないわけでそそ危機感高いでですすよねそれはそうですねうただ僕の場合だとあのもう本当にこの1年間、まあ、2年間ずっと支援やってるんですけどこの最後の1年は兵士の支援っていうのを。 もう積極的にやらしててていいただいてて、えー、やっぱりねこの兵士の人たちの責任じゃないけどこのまあシーンを通していろんな関わりがある中で。 ものすごく責任重大になってきててですね、ええ、あの前線に行くよりもこの人たちの生活をどうしようっていうのに毎日頭が痛いっていうかいろんな話も聞くしえ精神的なケアももう2年が経ってあの10年戦ってる兵士もいますから彼らの精神状態ももう異常をきたしてて。 彼らのメンタルバランスをどういうふうに今後、まあ、支援だけじゃなくて整えていくのかっていうのを今ウクライナ軍の人と一生懸命話したりしてるんですけど,どやっぱり戦争を終わらせることも大切なんですけどもうギリギリのところまで来てるなともうこれ以上は無理だなっていうところまで来てるので,で本当に。 なんとしてでもとりあえず戦争を終わらせて、そしてその後その戦っている人たち、国民の精神バランスをいかに整えていくかっていうことをしないと、ウクライナ自体の存続がもう危ういなっていうのが最と、はい、大変よく閣分かりました。あのちょっと時間が来てしまいました。お忙しい中あご出席いただいて本当にありがとうございました。えー、とにかくお体大切に。 ありがとうございましたどうもありがとうございました今日はキーウにお住まいのオグダンパルフォメンコさんにお話を伺いましたズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです飯田浩司ですお聞きの内容は配信用に編集したものです 辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 ラ「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊富士」の記事を解説する「夕刊富士そこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛りだくさんぜひラジオラジコでも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 3月25日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎ですこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間はズームミュージックリクエストにお答えしてまいりま皆さんありがとうございますありがとうございます今日のお題は残念ながら辻ちゃんに会えなかった時に聞きたい曲かお、えー、ちゃんでもよかったんです <laughs> 杉浦太陽さんとお会いになって辻ちゃんがいなかった残念があったというところからねまずは愛知県豊川市のグッチーさん25歳の男性の方はですね辻ちゃんに会えなくて残念ですね辻ちゃんに会わせることができなくて性格が大人な杉浦太陽さんならきっとこう思っていることでしょう <laughs> 素直にアイムソーリーということでチェッカーズの「素直にアイムソーリーあいやいやなな」ありがとうございます。 それから神奈川県横浜市の岡文さん十九歳男性は今日は会社を休んでゆっくり聴いていますありがとうございますミュージックリクエストはズバリそのまま辻ちゃんに会いたかったというわけで AKB48 で会いたかったをリクエストしますあもうど真ん中ですねんんこれねきっとこれをご紹介すると厚生作家の方がですね <laughs>、えー、あのね人数数えるのに大変だというそういうことになりそうです、うん はい辻ちゃんに会えなかったらスタジオに呼んじゃいましょうって書いてありますけどなかなかねその理由付けが難しいところですねそうですね理由ができても来ていただけるかどうかわからないですからはい長崎県長崎市太陽さんなら船の話でねもしかするとそうですね可能性はね可能性はないとは言えませんけどわかりませんね四十七歳ランタンシャンシャンさんですその時に奥さん同伴でともうなんか何が目的かわからなくなりますよもうう 山ちゃんも呼ぼう。で <laughs> 奥さん同伴で。ダメでそうした心はね。もあ、うすか、はい。透けて見えます。はい、杉浦太陽さんはウルトラマンコスモスの星野源さんも。もだめです。もうどんだけなんですか。はい。そう、杉浦さんはね、ウルトラマンコスモスの主役でした。そのオープニングテーマ。プロジェクト d. M.、MM、M. でスピリットをお願いします。ほう。なるほど。そうそううん 大分県の常さん56歳男性は「太陽さんがいるからって辻ちゃんがいるわけないじゃないですか」。それはさておき「辻イコール十字路」なのでミスチルのクロスロードをリクエストします。ちょっとなんかそううですすねひねひってていいいただいてありがとうございます、うん、それから藤沢のおじさんライダーさんは「辻ちゃんに会えずに寂しくセンチメンタルな気分になりますよね」。 WU でセンチメンタルボーイをリクエストしました WU って何ですかこれね辻ちゃんとカゴちゃんのコンビなんですけれどもえそんなのあったんだそうだからもう娘にもには禁止でしたけれどもここはねつ、ね、いてきましたねありがとうございます、はい、本日のズームオミュージックリクエスト <laughs> AKB48 会いたかった。じゃあストレートに会いたかったおエンディングでお届けいたします。名前数え上げの大変です。<笑><笑>息が通るかどうか。<laughs> ちょっと辛防さんに頑張っていただいて。あ,ありがとうございます。はいリクエストどうもありがとうございました。ご意見はまだまだお待ちしておりますので、Zoom アットマーク一二四二ドットコムそれから X で参加される方はハッシュタグ辛防次郎ズームでお願いします。 日本放送がお送りしている辛抱二郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです自民党の二階俊博元幹事長が次の衆議院選挙に立候補しない意向を表明派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で岸田総理大臣が安倍派の塩野谷隆元文部科学大臣 西村康稔前経済産業大臣、世耕弘成前参議院幹事長、下村博文元文部科学大臣の4人に対する聞き込みを行い、その結果を踏まえて、選挙における非公認以上の処分を科す意向が報じられていますが、こうした中、先ほど、二階俊博元幹事長が会見を開き、次の衆議院選挙に立候補しない意向を表明しました。 二階氏の議員引退表明は安倍派の処分に影響する可能性がありますまああの安倍派の幹部の皆さん4人えー、まあ次の選挙で非公認、うん、ただこの皆さんを見るとですねまあ、うん、そうですね。 うーん結構選挙で強い人もいますね、うん、えだからまあはっきり言って選挙に強い人は、えー、自民党の公認が得られようがどうしようが、うん、当選するんで、うん、結果的に痛くもかく,くもないということになる可能性もあります。それにしても二階さん次の選挙に立候補しないこれね、うん、これ和歌山3区なんですよ。はい 和歌山3区の2階さんって和歌山3区っていうのがものすごく微妙な選挙区でね何が微妙かというと次なくなるんです十0増1減で和歌山って今衆議院選挙区の区割は1区と2区と3区なんですねで基本あの小選挙区の立候補に関しては年齢制限がありませんから あの二階さん、まあ、基本的にあの、えー、比例とかっていうことになると年齢制限に引っかかる年なんですが、まあ、あの小選挙区で出てる限りは年齢制限がないので、うん、さっきそういえば遠藤さんのニュースの中で「<laughs> 二階さんがっっって言ったって言たいう君だって年を取るんだよ!」みたその気持ちは分からんでもないですが、うん、そんなこと言って開き直れる立場かっていう、うん、話はありますよね。よねというのが えー、去年から問題になっているキッ,キックバック問題っていうのは、はいえー、安倍派と二階派基本的にキックバック自体はどこの派閥でもみんなやってたらしいだから岸田さんのところもやってたという話なんだけれども、うんえー、安倍派がちょっと突出してるのはなん、えー、で安倍派と二階派だけが、まあ、一部立憲された人たちも出たかというと安倍派と二階派は共にあの派閥の方からお金を出しましたということも 表に出ししていないな、うんはい、受け取った側もあの表に出していないということで問題になったんだけども二、はい、階派はちょっと違ってですね二階派は派閥からお金を出したことに関しては記録に残してると、えー、受け取った側が記録に残していなかったとで安倍派が問題なのは両方残してなかったと、うん、出した記録もなければ、えー、受け取った側の記録にもないと、えー、でまあ、いわゆる完全に裏金になっちゃったんじゃないのっていうことでまあいや安倍派の方が 若干罪が重いといとう,うに目されてます二階派はそれに比べると若干軽いとは言いながらやっぱり菊爆問題を抱えていたことが間違いなくて二階さんという人は、えー、幹事長が長くてですね自民党の幹事長の中で多分最長記録を持ってると思いますよ。とにかくね和歌山 区という和歌山3区一区二区三区っていうとなんとなくあのイメージでいうと和歌山が三分割されてるようなイメージじゃないですかうん、うん、そうじゃなくて面積的に言うと和歌山の大半が和歌山3区なんです。<ー>というのがまあ人口密集地の大体、うん、基本的にあの一区っていうのが、はい。うん えまあ県庁所在地で一番人口の多いところを中心にした選挙区ですよね、えー、和歌山1区それから2区っていうのがそれにちょっとくっついた形で人口の多い和,和歌山市よりちょっと南のところの区なんですね。えー、でそっから南のもう広大な和歌山の面積は和歌山3区でここが二階さんの今選挙地盤になってるわけですよ。えー、ほいで 前この話はしましたけどね私あのキャンプが好きなもんですから夏になるとえ車にテント一式乗っけていろんなキャンプ地を巡るわけですよ。はい、まあ本当にね愚痴を言うとですね日本の高速料金って高いんですよ <laughs> です、ね、日本の高速料金がどのぐらい高いかというとアメリカとかイギリスとかドイツとかシンガポールとかタダですからね。 で高速料金を取るところも世界の中では、まあ、日本方式でアジアの中に結構多かったりなんかするんですが、まあ、韓国なんかも高速料金必要なんですが、えー、ヨーロッパでもドイツはただだけどもフランスは結構高い値段取るんですがその高いフランスの高速料金でも日本の半額ぐらいですから。 で日本って円安で、えー、日本に来た外国人は何買っても安いね日本はって今言うわけですよ。ね、ご飯食べても安いね<ー>日本のご飯は。うん、安くないだろその丼5,000円はと思うんだけど <laughs>、うん、外国人の感覚からすると安いね <laughs>、うん、日本はって言うんだけど高速料金だけは高いね日本はってその、ね、ぐらいやっぱり異常な高速料金を取るわけですよ。うんね、でまあ関西 そのキャンプ一式道具を車に乗っけてあっちのキャンプ場こっちのキャンプ場ってそれもあのただのキャンプ場を狙っってていくわけでですすたただだののキキャャンンププ場場意外とあるんねこれがを目指していくんだけれども高速料金が結構なことになってキャンプ場はただかもしれないけど高速料金すごいなこれと思うんだけど和歌山の南部はただなんです高速料金が。そうなんでですすかこれがね 和歌山だけに限らず北海道の一部だとか、えー、山陰地方にあるんですけども、はい、一応名目上は完成してないので今建設途中なので、えー、ただなんです一時的にただなんですっていうんだけど完成の目処が立ってなくて実質完全にタダなんです。えー、やっぱ有力な政治家のいるところは、えー 高速料金かよという都市住民はなんか首都高とか阪神高速とかどんどん値段が上がってどうなってんだよはい、はい、と思うんだけど、うん、まあ二階さんの地元は高速料金がまあ実質ただ,だったりすするわけですよそういう意味では非常に地元に恩恵をもたらした有力政治家なんだけどもこの人がもう十何期連続当選してて「これやめますさあ次どうすんの?えー」って話になった時に、はい。 これが微妙なんです何が微妙かというと、はい、ここには同じ地元の。 世耕さんという参議院議員がいいるわけですよ世耕さんという参議院議院員は今の,あの官房長官の林さんと同じようにもともとずっと参議院議員をやってたんだけど、はい、参議院議員をいくら長くやっても総理大臣にはなれないよねと総理大臣になるためには衆議院にくら替えしなくっちゃいけないと、はい、こういう思いがあって、はい、林さんなんかもいろんなあの山口の圧力を乗り越えて、はい、衆議院にくら替えして今衆議院議員になって官房長官をやって、うん、総理大臣を目指そうかというポジションにやって たたどり着いたわけで世耕さんも去年からのスキャンダルがなければ間違いなく次の選挙では今の参議院議員から衆議院にく替えをして立候補するとで衆議院にく替え立候補するときにどこから立候補するんだというと、はい、3区の二階さんが元気な状態で2区と3区が一つの選挙区になったら。 二階さんは肉と三句が一緒になる「新肉」というところに間違いなく立候補してきますからで一句はこれまた非常に強い人がいるんで世耕、えー、さんがえ立候補するんだったら1区はないねで,でもともと地盤が今の3区の地盤なんで,、うんはい、で出るとしたら新2区「新肉」。 新しくだから3つ和歌山現状選挙区があるうちの1つがなくなって1区と2区の2つだけになりますからだから,だから今の広大な和歌山の面積の和歌山3区っていうのが次の選挙では和歌山2区になるのがもう決まってるわけですよ。で二階さんが次の選挙に立候補するんとすると世耕さんがくら替えしようと思うと二階さんとガチンコの戦いになっちゃった<え>なんか。 する可能性があったんんでですががここで二階さんが辞めますそうすると去年からの一連のスキャンダルがなければ<ー>世耕さんはウハウハでそこから暗らりえ立候する予定だったはずなんだけども、えー、去年からのスキャンダルの中の中心人物の一人になっちゃってますからはい、はい、この立場で次総理を目指すっつって衆議院に暗らりえ立候するのかって話になってきた時にと、ね、かなり微妙な情勢になりますね。うんで 二階さんご本人は出ないとこう今回も明言されたんで、はい、それはもう年齢のこともあるし、まあ、あれだけはっきり言って出てくることはないですから次の選挙で新しくできる和歌山2区で二階さんが立候補することはないでしょう,うん、うん、問題は後継者を立てるか立てないかという問題があるわけです<ー>で二階さんのお子さんのお一人で、えー、後継者になり得る人物が現実にいるんですね<ー>する二階さんがまあいや まあ,ある意味接種中と言葉が悪いけれども今の国会議員2世どころか3世まで含めて一体何に接種実質接種議員がいるんだということを考えた時に二階さんがまあいやあの私が決めたんじゃなくて地元の後援会の人たちが押したんでっていう言い方で二階さんの後継に二階さんの息子を立ててきた時にそれでも世耕さんが。 倉替え立候補を目指すのか、はいはい、でなおかつ去年からのスキャンダルに巻き込まれて今あのいろんなことで次もしかすると自民党の公認取れないかもしれないという,う今そういう情勢になりつつあります取れなくても世耕さんは参議院で立候補している限りは楽々当選するでしょう,う衆議院でもおそらくね 強有力な対抗馬がいなければ新しくできる2区に、えー、倉返立候補すれば、うん、まず当選するだろうなというぐらいの和歌山では勢いがあるんだ,るだから自民党の肩書なくても当選する可能性はあるんだけれども二、はい、階さんの息子みたいなものが立って後継争いでガチンコの戦いになった時にく、はい、るわ。<laughs> <laughs> れは結構面白いことになるよこれは。<laughs> ね、<laughs> 今日その辺り明言するかと思ったらその辺りは後継に関しては明言をしなかった明、ね、言をしないというのは大体、うんえー、政治家が何かを明言しないというところはみんながこう 邪水も含めてこういう風にするんじゃないのと思ってることがあるわけです邪水も含めてこういう風になるんじゃないなと思ってることを言いたくない時に何も言わないというのがだいたい過去政治家のパターンであるとおそらくそういうことを考えているだろうと これは、まあ、山は面白いですけどね,ねただだけどさっきのさ、はい、有力な政治家のいるところの高速道路ってほとんど車も走ってないのに、うん、私みたいにそ,れはそういうところのただのキャンプ場探していく人間にとっちゃありがたいっちゃありがたいんだけども。で、うんうん、でも日常で えー、都市部でもとんでもなく高い高速料金を払わされている側からするとさバランス割りすぎないかと悪い悪いやっぱりね日本の高速道路って首都高にしてもそうだし、うん、阪神高速にしてもそうなんだけどもものすごい建設機かけて全部高架で二車線、はい、車線が少ないんですよあれ世界ならもっと車線たくさん作るし、うん、別に高架にしなくていいところなら地面にそのまんまアスファルト敷いて鳴らしちゃえば、うん、メンテも簡単だし後の維持費も 安いし車線も増やせるしところが日本では車線は少ないし料金高いし渋滞するしっていう話にちょっとね今後の日本を考えた時にこの辺り何とかしないと日本の将来はないよってずっと私は長年言い続けてきたんだけどもここへ来てちょっと私考え変わってきてうんあもうどうでもいいか。 もうすぐ飛行機空飛ぶようになるし道路いらねんじゃねえっていうあ車車飛ぶようになったらトンネルも道路もいらなくなると建設業界どうなるんだろうなとかそうですけどだからいろんな意味で構造改革日本ではねあの手この手で構造改革を遅らす方向に力が働くんだけども、うんはい、その構造もよくわかります。やっぱりあの、うん その車が全部空飛び始めたら、うんうん、関係業界大打撃だもんね、まあ。随分変わりますよね。状況がね。今、飛行機、車が飛ぶかどうかって、今疑問を呈されました。聞いてください。私に。え、車飛びますか。飛びます、飛びます。いや、面でも、そんなことだろうと思ったんですよ。嫌な予感したんだよね。このど、どやがおも。お時間でございます。ズモンでした。 ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは岡文さん、全馬場さん、ドレミさん、ちーバくんのおしりさん、エビーロボタンさん、そらやまちゃんさん、車とラジオさん、ナッチーさん、矢車うさん、ゼック東京さん、ゴーベイスターズさん、恵比寿の黒生さん、さくらんぼじさん、四代橋、エバ橋さん、天然よっこママさん、ぼやっきーさん、日替わり愛人弁当さん、ケロコさん、アメンボマンさん、キアヌママさん。ですか <laughs> 20人の皆様からのリクエストです、<laughs> AKB48、会いたかった。 ありがとうございました、えー、ありがとうございましたたくさんの方ね、えー、本当に後世、えー、坂さんご苦労様でした二十 <laughs> 人書き出すのも大変だっただろうと思いますね、えー。ありがとうございました、はい、さあお聞きの日本放送この後五時三十五分からは小島那須子さんのお帰りなさい明日の朝六時からの飯田浩二の OK 工事イアップ明日のコメンテーターはインドを拠点に活躍する戦略科学者の中川浩二さんです ね、もう一回聞いてみたいねイン,ドのインドの現状についてまたね聞いてみたいですね近々ねで明日取り上げるニュースは岸田総理大臣日朝会談移行を伝達来月行われる世界最大のインド総選挙のポイントそしてドジャース大谷選手の最新情報などということです、えー、あ世界最大って人口か <laughs> インド総選挙まあそうでしょうねうなるほどねで、はい この辛坊次郎ズームそこまで言うかはロシアのモスクワで起きた銃乱射事件をめぐるプーチン政権,プーチン政権の対応などをです、ね、笹川平和財団主任研究員の畔蒜泰助さんに伺っていきます。さあ今今週週の予定ですけれども、はい、今週28日に 松本人志さんの。はい、えー、裁判の第一回があるということで、結構ワイドショー大騒ぎになりそうですね。えー、まあ、第一回だから、まあ、大した話は出てこないとは思いますけどね。はい、三十日のフォーミュラいい、e、も楽しみです。辛坊治郎ズーム、そこまでいうか、ここまでの相手は辛坊治郎と。増山さやかでした今週も聞いてちょうだい。